Siemanko, słuchajcie, już zmierzam do Nappy i Wegety pomóc moim przyjaciołom, tylko na chwilę wpadłem tutaj do sklepu, żeby zakupić sobie Vita drinki, bo na pewno się przydadzą, tak myślę. I lecimy na pomoc. Muszę tutaj trochę okrążyć, żeby tych robotów w szale nie spotkać, bo nie chcę z nimi na razie walczyć.最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。 順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。は？キントーン？ ヤムチャ、ジャオズ、それに神様ボック、許さんぞ貴様ら。なんだその面は、気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。
Brygady! もういい。降りてこいナッパ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが、俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ助けてくれ。何ぞベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。もう今すぐカメハウス。あいつの強さは思ってた以上みてえな。はい。そうだ悟空、どうせなら。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いから。生き返った時ってドラゴンボールはもう残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさんなんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空が、あいつに勝つことができた。勝てたらか。そうだな。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ。死ぬ。ワン。父ちゃんが生きて帰ったら。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ。同じことだ。Aha, i tutaj teraz jak nacisnę L2 i R2, to uruchomię, będę mógł uruchomić Kaiokena. Kurde, ja to bym sobie jeszcze dokupił trochę tych Vita drinków. Tak szczerze. Mam nadzieję, że Vegeta mnie nie zgubi, a nie Vegety. Vegeta, オラが思ってたから絶対負けねえ。Dobra. Zobaczę tylko ile ich mam. O kurde, 12. Powinienem dać radę. もいねえだろ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。
喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。
のだ。やむを得ず、もう許さんぞ、カカロット！はじけてまざれ！No i statystyki w miarę wyszły po tym pojedynku.疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。Dobra, zobaczę, czy coś tutaj się dzieje na planszy. Lecimy na pomoc.
すげえ気が上がってる。 お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。お父さん危ない。クリーンさん降りろ。ご飯下に降りて隠れる。おい、うわ、やじろべ。あん化け物誰だと思う。サイヤ人だじゃ。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべは前に回って奴気を見て、俺が後ろから尻尾を。はい。冗談じゃないわ。奴の、奴は元に戻ったって信じ。ん？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。ヤンザン。じゃあ。そんな。尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。Kto by się spodziewał? じゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。
孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。やったやったぞ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな。わかるが頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。分かったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。
今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。ああ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おーい、大丈夫ソン君。ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんなやられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と、ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。No i mieliśmy takie streszczenie przyszłych odcinków, co nas będzie czekało. Także zakończyliśmy chyba tą, może nie sagę, ale ten etap najazdu Saiyanów na Ziemię. Wielodaniowe posiłki to wyjątkowe posiłki dające najlepsze efekty. Aby je przygotować, potrzebujesz zarówno składników, jak i przepisów. Wymaga to więcej wysiłku niż normalne danie, ale zwróci się w postaci większych wzmocnień statystyki i efektów posiłków. Dobra, i tylko Chichi potrafi to robić.
Przerywniki to okresy wolnego pomiędzy sagami głównej opowieści. Wykorzystaj je, aby zbierać przedmioty, ćwiczyć lub przechodzić mini opowieści i opowieści dodatkowe. To również doskonała okazja, aby przygotować się na to, co skrywa przyszłość. Przerywnik zakończy rozmowa z pewną konkretną postacią. No i dobra. Tu jeszcze możemy porozmawiać, tak? Możemy wyjść na zewnątrz? Tak. I tutaj słuchajcie, zakończymy chyba odcinek. Ja tylko zobaczę, jaki mamy teraz dostęp na mapie, gdzie możemy lecieć. Oczywiście nie mogę skorzystać z mapy świata. Nie wiem czemu. Czemu jeszcze nie możemy poruszać się po całym tym obszarze? No ale na pewno będziemy mogli. Dobra. Kończę tutaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.